怪しいな。おい、どうだか。怪しいな。おい、わかった。よし、なんだここは。温泉が湧いてな勢いで声を落っ立てしまったどうだ、一つ入っていかないか。温泉。大地より熱湯が湧き出る場、いわば天然の風呂だな。なんだ風呂かよ、いいよめんどくせえ。大自然を眺めながら巨大な湯船にどっぷりと浸かる、旅の疲れなんて吹っ飛んじまうぜ。いいじゃん、入っていこうよ。待て待て待て、一緒に入るのか。はあ、そんなわけないじゃん、あんたたちは後。いや、一番風呂は譲れぬな。めんどくさいのが出てきたわね。わかったわかった、じゃんけんで決めよう。イルル・ケリスケの人間として負けるわけにはいかんのだ。よし、行こうぜ、温泉ってやつに。ノリノリじゃん。ティオハリム、脱がないのか。ん？ああ、そうか。いつもは従者がいたのでね。すまないが、脱がしてくれないか。俺たちがかよ！なんで俺たちがこんなこと。足を上げてくれ、ティオハリム。ん？おお！なんつう下着だ。確かにいいな。うん、ここまで来た甲斐があったというものだ。なんか余計に疲れたけどな。あ、ティオハリム、今のなんだ。うん、こうして手を叩くと酒が出てきたものだったが。もうこいつ沈めちまわねえか。それにしてもちょっとぬるいな。湯加減か。ちょうど良い塩梅だが。むしろ暑いくらいだぜ。いや、やっぱり物足りない。シオンから炎の剣を借りてくる。おいおい、冗談だろ。シオン、頼みが。ハルフ、お前。ん？なんだと。ああ！うん、いい湯だった。ああ、また入ろうぜ。壁が壊された。あ、
一息つけそうだね。今度は私たちの番だな。ええ、楽しみね。覗かないでよ。んなことするかよ。ゆっくりしてくるといい。一番の若者が何を言っている。本当いい気持ち。みんなでお風呂に入るなんて夢にも思わなかったわね。えシオンのお肌が綺麗でびっくりしちゃった。美容の秘訣を教えてもらわないとな。もうやめてよ。絶対スベスベだよ。触りたい。ああ危ないって。キサラはやっぱり筋肉質。何か言ったかリンウェル。ロウ、なんだよ。男児には乗り越えなければならない壁がある。おお。その壁を越えた時、男は男になる。そして私はその手助けができる。やるか。本当にやるつもりなのか。アルベ、これは男の儀式ってやつで。そんなわけないだろう。硬い男だ。そういう問題じゃない。でもよ、俺はここで男にならねえと。ワコードの成長の機会を奪うというのかね。アルフェンってかっこいいけど鈍いよね。まあ痛みがなかったのだし。まったくお似合いだな。ほんとほんと。リンウェル、今のはスケベ大魔王がいたのかも。何それ。アルフェン、どうしたの。俺は違うんだ、信じてくれ。それにしてもいいお湯だったね。うん、またみんなで来よう。僕らもう一回入ってきていいですか。壊してはならない壁もあるが。さあ、私の感性を満たしてくれ。